南太平洋のマンモスピラーへ向かった瞬、そこに現れたのは祈りを捧げる美女だった。攻撃をためらう瞬の前で、美女の足元から6体の野獣が放たれる。とっさにチェーンで攻撃を防いだ瞬、美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは七将軍の一人、スキュラのイオだった。アンドロメダよ、なぜ攻撃を途中でやめたのだ。それが君の命取りになるのだよ。あなたがこの柱を守るジェネラル。いかにも、私は南太平洋の柱を守るスキュラのイオ。ここが君の死に場所となるのだ。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキュラのイオとは君も不運だったな。ファイト。ヴァンパイアイーヘイ。ギリシャ神話の中で聞いたことがある。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は6体の獣からなる船乗りをむさぼり食らう海の怪物。君もスキュラの6つの獣の餌食となるのだ。ヴァンパイアイーヘイ。なんという変幻自在な技の使い手なんだ。88の星座の中で圧倒的な無比のアンドロメダチェーンがまるで泣きながら。やはりアテナの戦意となど恐るるに。さて、6つの星獣でどれが一番お気に召したかな。なんて恐ろしい男だ。まさしくワッフィの星獣がこのスキルに宿すスキルの化身。チェーンの動きが変わった。私の技が見切られている。セイントに同じ技は二度通じない。アンドロメダチェーンは敵の攻撃の仕方によってさまざまに変化するんだ。ヴァンパイアイーヘン。ローディングシステム。パーフェクト。ウィナー。僕の目的はあなたを倒すことじゃないんだ。本当の力を出してしまった。ここまでスキラの聖獣がことごとく破られるとは。さあもういいでしょ。僕はあなたを倒すことではなく、マンモスピラーを倒すのが目的なのだから。行け、ネビラチェーン。な、何？傷一つないなんて。マンモスピラーは神話の時代より地球の海を支えてきたのだ。いかなることがあっても砕くことなどできはしない。それに私もまだ負けたわけではないぞ。何？このコスモの高まりはまだ全力じゃなかったのか。ここまで私を追い詰めたのはお前が初めてだ。その褒美にスキュラの真の力を見せてやる。決定的な死と共にな。なんて強大なコスモ。だけど僕はまだ死ぬわけにはいかない。アテナよ、ゴールドセイントたちよ、僕に大いなる力を。僕のコスモよ、燃え上がれ命の限り。なんだ、あのチェーンの色は。いや、チェーンだけじゃない。アンドロメダのクロスまでもがまるでゴールドクロスのように金色に光り輝いている。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。君も6つのスキラの聖獣の餌食となるのだ。ファイト。ビッグトルネード。ゴールドクロスの魔法、強力の美しさを感じる。なぜか。それは僕たちのクロスがゴールドセイントのクロスを生み出したから。だからブロンズクロスでありながら限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。アンドロメダ、本当にそれで全力か。私にとどめを刺せぬ甘さは君自身の死を招くぞ。
僕は戦いが好きじゃないんだ。どこへ敵でも命を奪いたくはない。サンダースレーム、パーフェクト。ウィナー。本当は戦いたくないんだ。本当の力を出してしまった。地上では多くの人々が雨に苦しみ、全世界が水に覆われる危機に瀕している。それを遅らせようと沙織さんは、アテナは命を懸けて地上に降るべき雨を浴びているんだ。アテナを守るセイントである僕にできることは。バカな。こいつ命を捨てる覚悟か。待って、シュン。あ、キキ、危ないところだった。自爆なんかしちゃダメだよ。老師からこれを預かってるんだ。ライブラのクロス。そうか、これを使えばマンモスピラーを壊せる。老師、ありがたく使わせていただきます。はぁ、よせ、やめろ。スキュラ、なぜツインロッドの攻撃に自ら飛び込んだんだ。君と同じことさ。君が命がけで破壊しようとしたように、私も命を懸けて柱を守っていたのだから。いいか、敵にとどめを刺せぬ甘さがある限り、君もいつか死ぬ。それを忘れるな。スキュラー。